曲やなとは思ってたんですけど、最近アルジェリアでね、人質事件あったじゃないですか。あれでちょっとこのカスバの女っていう曲がまたちょっと話題になって、それを聞いて、あ、うちのおかんがよう歌とったなと。だって家でですよ、家でこう7時ぐらいから7時半ぐらいになると親父はもう寝るんですけど、母と2人で延々12時ぐらいまで飲みながらご飯を食べた挙句に、お前ちょっとあの弾けとか言われて、はぁって夜中の12時ぐらいですよ、ピアノ、早くピアノ弾いてとか言って、私に歌番させて、うちのおかんがこのカスバの女を歌ってきたことを思い出して、藤田久美子に歌っていただきましょう。藤田久美子です。私も若いんであんまり知らないんですよね。ほんまけ。
それでは引き続き藤田久美子を